京都大学によりますと、調査は今年8月と9月に熊本市を流れる伊勢里川と坪井川で水を採取して行いました。その結果、伊勢里川で調査した18カ所のうち、上流から中流のおよそ 6.4 キロの7カ所で国が暫定的に定めた指針値の50ナノグラムを上回ったということです。このうち最も濃度が高かったのは JR 植木駅に近い熊本市北区の阿武美橋付近で 73.62 ナノグラムが検出されました。これを受け、熊本市も伊勢里川と坪井川で今日から調査を始めていて、市の担当者は分析を進め、結果次第で国などと協議をしたいと話しています。調査した京都大学の原田准教授は、発生源に近い場所では農地の土壌への影響も懸念されるため、まずは発生源の特定を急ぐべきだと話しています。